ベリー校の意図も豪華なる、自当初より11月11月は、グレゴリオ歴で年の第11の月にあたり30日間ある。秋と冬の境目とした季節であることもある。日本では旧暦11月を下月と呼び、現在では新暦11月の別名としても用いる。下月は文字通り層が降る月の意味である。他に食物月の略であるとする説や、 しぼむ月、末月がなまったものとする説もある。また、かぐら月、小月の別名もある。英語での月名ノーベンバーは9番目の月の意味で、ラテン語で第9のという意味のノーベムの語に由来している。実際の月の番号を訪れているのは、紀元前46年まで使われていたローマ歴が3月期算で、3月から数えて9番目という意味である。 11月はその年の3月と同じ曜日で始まる。平年は2月とも同じ曜日で始まる。かぐら月、かみき月、けんし月、こ月、つ、しも月、しもふり月、しもみ月、てんし月、ゆきまち月、ようふく、りゅうせん月、つばき同様に一般的な暦の9月、10月、12月は、それぞれローマ暦で7、8、10番目の月にあたり、ラテン語の 第七の、第八の、第十のを意味する、セプティマス、オクテイビアス、デキムスに由来する。ありがとうございます。